どうもくん。どうもくんは NHK のマスコットキャラクター。NHKBS 放送開始10周年を記念して、ぬいぐるみのコまどり、ストップモーションアニメーション、パペットアニメーションによるイメージキャラクターとして1998年12月22日、火曜日にん。この12月22日がどうもくんの誕生日と設定されている。 元々は一年限りのキャンペーンキャラクターとして作られたが人気が出たことから NHKBS のキャラクターとして定着した。2004年4月に新キャラクター、ナナミちゃんへその地位を譲り、その後は新たに NHK 全般のキャラクターへと出世した。どうもスポットでのパペットアニメーションとしてのキャラクターの他に同じ作者であるゴーダ・ケイローによる絵本や イラストアニメーションのキャラクターとしても登場している。また、NHK の子供向け番組、BS どうもくんワールドでの着ぐるみキャラクターは、紅白歌合戦にも毎年のように出演している。ぬいぐるみやフィギュアなどは、日本全国の NHK ショップで販売され、NHK スタジオパークでの公開収録番組などでもその姿を見ることができる。2000年春から BS2 で、 毎月1回、BS 列車、どうも君号が行くという番組が放送されていた時期があった。2002年には、任天堂ゲームボーイアドバンス向けソフト、どうもくんの不思議テレビが発売された。2004年には、ご当地どうもくんのキャラクター商品を販売開始し、2006年8月時点で98万個を販売。どうもくんは、 ニュースウィーク日本版2007年10月17日号の世界が尊敬する日本人の一人に選出された。2008年12月22日どうもくん誕生10周年としてどうも TV シリーズを5夜連続で放送した。2009年度からは鈴木直子と共に夜10時台の番組を宣伝するユニットどうもとな子で活動していた。 2010年3月29日から BS もアナログからデジタルに切り替わることをアピールするため BS デジタルどうもくんとしてパワーアップした2010年には NHK オンライン NHK 公式ホームページ開設15周年を機にテレビ朝日 TBS テレビ東京日本テレビの各局の公式サイトに NHK オンライン15周年キャンペーンという ことでもくんが期間限定で登場している。2011年8月26日放送のスタジオパークからこんにちはではゲストにどうもくんの作者であるゴーダ・ケイローが出演し、近田の徳田根では制作の裏側などを話した当日の放送から、2011年12月17日と12月31日にドワーフのアニメ映画祭りと題して、 他のドワーフ作品とともに TV シリーズを劇場公開。2013年度は NHK テレビ放送開始60周年記念のマスコットとして60を模したメガネをかけた姿で登場している。2016年度からは番組宣伝、自己批評番組のどうも NHK にも登場している。2018年12月22日に20周年を 迎えるに際して10月、牧原のりゆきによる、どうもありがとうが作られ、同タイトルのスペシャル動画が公式サイト、どうもくんミュージアムで公開された。四角くて茶色い、大きな体に、やはり四角くて赤い、大きな口を持つ。卵から生まれ、ホラー穴に住むウサギ、ウサジいの家に居候をしている。同じく居候をしている、コウモリの親子。 忍と森尾との4名暮らしで、皆テレビが大好きである。なお制作者の郷田敬老によるとどうもくんは、氷河期以前に生息していた生物の生き残りゆう、設定で、卵の状態で、ずっと休眠していたのが最近になって孵化したとのことで、ある。気は優しくて力持ち、純真無垢かつ夢見がちであり、非常に大食いでもある。ただし、リンゴが嫌いで、 DNA に刻まれた深い謎があるらしい。機嫌が悪くなると強烈なおならをする。言葉は喋れないが、元 NHK アナウンサーだった山川静夫を真似て、どうも、とだけ言うことができる。これは山川静夫の声を使用している。BS どうもくん、ワールド、BS 七みでどうも、みんなでどうもくん、三つの卵、自己批評番組や公開イベント等では、現田鉄翔が声をめる。 BS デジタルどうもくんは、どうもくんが多い、フルデジタル化、スーツ、耐熱耐寒耐震構造で、宇宙空間での活動も可能らしいを身につけることで変身した姿。ベルトのバックルに BS のロゴが書かれており、パンチ力はゴリラの30倍で、走力はチーターの50倍、ジェット旅客機の100倍の速度で飛ぶなどの能力があるが、なぜか、いつも汗をかいている。 という設定。どうも、の声も、電子ノイズの音のような感じになっている。なおスーツ着用中のことは、本人は、一切覚えていないらしい。最近公式サイトで公開された、スペシャルムービーによると、このスーツを制作したのは、宇宙から来た、ビューティフォーサターンなる組織で、スーツを着せて洗脳。した、どうもくんを使い地上のあらゆるものをカラフルに染めて、ビューティフォーにしようとしたが、 学校給食の肉じゃがを見て正気に戻ったデジタルどーもくんに宇宙船を破壊され壊滅している。ちなみにどーもくんの映像はコマドリーアニメで制作されているのに対しデジタルどーもくんはコンピューターグラフィックス CG アニメを使いデジタル映像の魅力を伝える。どーも、スポットとは NHK 総合や教育テレビ及び NHKBS で放送される。 番組宣伝の合間などに流れる15秒や30秒のスポット CM のことでパペットアニメーションによって制作されている。宇佐治役の松村達夫が死去して以降は新たに制作せず過去の作品を再登板させている。夏季、冬季オリンピックなど特別番組が多い時期や歳末助け合いなどの NHK によるキャンペーンには特別な4秒スポットなども過去に多く作られている。 内容は、季節の移り変わりや時事、テレビにまつわる日常を淡々と描いたものである。このパペットアニメーションは、企画、演出、デザインの郷田敬老、アニメーターの峯岸博和をはじめとする、いわゆる、どうもくんチームが制作した。ゴー田は2003年に株式会社ドワーフを立ち上げたが、その社名の由来は、自身の最初の仕事である、どうもくんと同じように最初に、 どがつくものが良いと考えたからだという。2003年の第6回文化庁メディア芸術祭で審査委員会推薦作品となり、2004年にはフランスのアヌシーで行われているアヌシー国際アニメーションフェスティバルで短編作品賞を受賞した。海外出品用に作成した英語字幕版は NHK の大型連休のイベント NHK ふれあい広場、現、 渋谷でドーモなどで公開されたこともある。ドーモ君制作会社のドワーフは TYO のグループ会社である。俳優のレオナルド・ディカプリオがオリコカードの CM に出演した際、制作会社である TYO はドーモ君グッズをプレゼントした。ディカプリオはブラウニーと名付け台のお気に入りとなったという。ドーモ君の人気は日本国外でも高く、 日本向けのキャラクター商品が eve 及び日本の商品、アジア各国の商品、アニメ関連商品を扱う通信販売サイトでも販売されている。2005年に委託作品としてアヌシーに参加したところ各国の放送局からオファーが殺到。2006年10月以降169カ国、地域で放送されている世界最大の子供向けチャンネルにコロデオンで 放送されている。また、同局のシットコム、アイカーリーでもどうもくんのぬいぐるみが登場している。2008年のハロウィンには、アメリカ合衆国の大手 GMS ターゲットのマスコットキャラクターとして採用され、店内に関連商品が多数並べられた。アメリカ合衆国で発売されているキャラクター商品は、国際式やハロウィン向けのドラキュラのコスチュームなど、 アメリカ合衆国向けの派手なデザインのものが多く、日本向けのキャラクター商品とは違っている。2010年時点で、キャラクター商品は、欧米やアジア各国の22カ国で販売され、アメリカでの関連商品の市場規模は20億円、程度。Facebook では2010年12月時点で20万人近くのファンが登録されているほか、プラネットどもと題したゲームが人気を博しており、 2010年7月の時点で Facebook ギフ f ショップの人気商品トップ10のうち8つまでがドーモくんグッズだった。ちなみにテレビ番組ドーモ t v シリーズは世界約101以上の国、地域で放送されており、おしんよりも多い。ドーモくんの人気がアメリカ合衆国などで高まったのは当初 FARK.COM など おかしなニュースや話題を扱う掲示板サイトの力によるところが大きい。2001年頃にどうもくんが紹介された際は、きっかいだが可愛いキャラクターとして一部のインターネット、愛好者に面白がられ、立ちどころに面白、画像やニュース画像のパロディを作る、際の定番のネタになった。2002年、このサイトで、あなたがオナニーをするたびに、子猫が一匹神様に殺されます。 どうか子猫たちの生命を考えてあげてくださいの内容のメッセージとともに、子猫の後ろで立ちだ、かる、どうもくんが映ったニセの公共広告が作成された。これは、あなたが飲酒運転すると、とか、あなたが喫煙すると、などの公共広告に頻繁に使われた文体である。これが、インターネット上でヒットし fark.com やブログ。 電子メールなどで広まりインターネット上の流行となった。これが日本国外のインターネットユーザーがどうもくんを広く認識した結果となった。フォトショップによるネタ画像の素材となったのと同じ頃、フリッカーには日本で購入したどうもくんグッズの写真が集まり、ディビアントとにはどうもくんのイラストが集まるなど、NHK の関与しないところで日本国外での人気が高まり始めた。 日本国外向けに制作された、どうもくんのテレビシリーズ、全26話、どうもスポットを見た、アメリカの放送局側から、どこが面白いのかわからないと指摘されたことから、本作では、北米市場向けを意識したわかりやすいキャラクター設定、気象転結の発揮した作風に仕上がっており、どうもスポットから、大幅にアレンジされている。 2008年3月末時点で101の国と地域で放送が決定した。なお、115カ国という情報もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。